暑いな、もう。今回よろしく。これね、スタートボタン。パーキングエリアから足柄サービスエリアまでとします。で、今回のこの撮影日が8月3日なんですが、この8月3日はちょうど富士スピードウェイのあたりがスーパー GT で盛り上がってる時なんで、ちょっと富士スピードウェイのあたりは注意かなって思います。今ちょっとドライブモードを D モードに変えました。ちょっとこれドライブモード D って何の意味なのかなって分かんないですけど、ダイナミックなのかな、
で、ちなみにこの D モードにすると、まあ、いわばその他のブランドで言えばスポーツモードかな。そうするとこのアクセルレスポンス、ブレーキレスポンスがすごく敏感になって、まあ、加速力とそのブレーキ力がすげえ増しますね。で、なんだっけ、このドナーレ・ベローチェのエンジンパワー的に確か 1.5 リッターぐらいで、160馬力の240ニュートンメーターぐらいだったかな。で、それにプラスして、マイルドハイブリッドなんで、フロントにモーターついてます。確か50ニュートンメーターぐらいのトルクを誇るそのモーターが。で、まあそれによってかどうかわかんないですけど、意外とこの加速力とこのスピードの伸びはなんか意外といいんですよ。それとあとサスペンション、ショックアブソーバーのなんか動きもなんか意外としなやかなのかとか、もうしなやかなんだろうとは思いますけど、乗り心地もなんか意外といいんですよね。継ぎ目のそのガタンガタンがほとんどなんか気にならない感じですね。やっぱでもイタリアの作るものって基本的にまあおしゃれな感じはします。僕個人的には、まあ、このアルファロメオもそうなんですけど、あとそうですね、もちろんフェラーリとかランボルギーニとか、あとそうですね、パガーニとか、あと船だとアジムットとか、あとベネッティとか、そういったものってすごくなんかおしゃれでエレガントだなって思いますね。意外となんか数値以上のこの走りしてくれますね。このトナーレベローチェっていうのは、ちなみにこれ今回ドライブしてるこのトナーレベローチェはあの FF です。トナーレベローチェって意外とサスペンションショックアブソーバーもなんかすごくしなやかで、なんか結構強靭な感じの足回りはするから、このカメラ GoPro のカメラもこうやってガタンガタンこうやって揺れるっていうか、ガタンとこう下がるってことはそんなにないだろうなと思うんですけど、ちなみにこれ D モードにしますと、このボタンを押しますとショックアブソーバーが柔らかくなります。でもあえて今はしません、柔らかくはしません。まあ、峠走るときだったら柔らかくしようかなとは思いますが、高速はショックアブソーバー硬いままで大丈夫ですよ。で、硬いままとはいえ、やっぱりショックアブソーバーのこの動きはやっぱ基本的に
しなやかな感じはします。まあタイヤの性能もまああるんだと思いますけど、タイヤ、サスペンション、ショッカー、ブソーバー系、その動きがやっぱり、うん、性能の、まあ性能はいいんだろうとは思います。このマシンはで、このシートも、うん、ふかふかした感触はしないですね。今高速のその上りですね。で今回はそうですね、これからは明神峠、三国峠を経由して、で山中川口のあたりをまあ走って、でまあいつもの通り青木ヶ原樹海を走って、で甲州井の畑を走るって感じでいこうと思います。まあやっぱ峠とこういった高速を走れば大体どんな車なのかなっていうのは僕個人的には分かります。こういったマシンはなるべく早めにオーバーテイクしたい。昨日、まあ、8月2日のちょっととあるニューステレビで見たんですけど、軽トラの荷台に乱雑に置かれたそのなんだろうな、段ボール系のそのゴミがバラ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 って道路上にばらまかれたっていう、そんな事故みたいなのがありましたね。テレビでやったんですけど、で撮影者はそのゴミに巻き込まれなくて済んだっていう話ですね。まあ車間距離十分取ってたっていうのがありますね。で必ず軽トラは ああいった荷物を置いたらシートかなんかをちゃんとかぶせて脱落防止をしないといけないなって思います。でないと危険です。事故やっちまったらどうすんだっていう感じです。で過去にまあこれドライバー僕じゃないんですけど、過去のなんだろうな、デッキ工事やってた時の仕事で親方さんだったから、ドライバーが。その時に、失礼しました。脚立、千葉東金道路だったから、脚立にぶつかって、車がお釈迦になってしまったっていうことがありました。それで、覆面パトカー呼んで、事故処理してもらったっていうのもありました。でまあ話戻して、で今 D モードダイナミックモードにしてるんですけど、ダイナミックモードにしますと G のこのかかり方が表示されます。これがなんか
面白いですね。やっぱ G のかかり方をこう表示されると、まあ、なんだろうな、サーキット走行もちょっと意識してるのかなって思います。まあ現にアルファロメオは一応 F1 チームもありますんで。でまあ今はどうかなとはちょっと分かんないんですけど、過去のその DTM だったかな、それで確かアルファロメオさんは確かイエガーマイスターとなんか組んで DTM に出てたっていうこともなんか僕の記憶の中ではあります。トナーレベローチってやっぱ意外と速いんだなって思いますね。うん、速い。カメラに対して敏感なんですよね最近。ちょっと前にレクサス LBX の、 撮影してたんですけど、その時に途中で暗くなって録画が止まっちゃった経験があったんですよね。でその時はGoPro の電源ボタンを10秒くらい長押しして、それで再起動かけてなんとか立ち直りました。なんかぶっ壊れてたらどうしようかなとは一瞬思いましたが、なんとかちゃんと動いてるみたいでよかったです。基本的に、ステアリングレスポンスはそんな重くはねえなと。まあダイナミックに、今ダイナミックですけど、ダイナミックにすればまあ少し重くなるかって感じかなと。
もうちょいだな。モータースポーツの町小山、まあ一応そうだな。富士スピードウェイが小山町だから、人3、人5軍隊式に行っちゃった、13時15分はい、到着。日野翔平風に到着。衛星利用利用できません。雨か、じゃあしょうがねえや。どっかの脇に止めて撮影を終えるしかねえや。それしかねえや。ちょっとどっかで止めたいな。トレッドはいかんよ。なんかこの辺で止めるのはあんま良くねえな。いや、ここにしよう。この辺で終わりにしよう。どうもね。しかしも今日暑いな。すげえ暑い。今回もご視聴いただきましてありがとうございます。もし気に入ってくださったのならば、チャンネルのご登録をお願いします。登録ですよ、登録。みんな待ってますよ。